ポドルスキー、イニエスタという2人も楽しみに今日は3万2000人を超えるサポーターが詰めかけた札幌ドーム。前半の11分です。札幌吉田監督のコメントにもあった対角線のボール、これに苦しめられたという、そのボールから早坂、小前とつないで最後は菅のヘディングでした。まあ、横ずれもそうですし、マーキングもやっぱり少しルーズでしたね。はい、対角線のパスから最後は逆サイドの選手、そしてポドルスキーの退場のシーン、イエローだろうなと思ったという、まさかレッドが出るとはという吉田監督のコメント。まあ、こういうシーンってよくね、はい、見るシーンでありますから、なおさらまあ連想させましたよね、はい、イエローカードをね。そして後半です。5分、札幌は福森から徳良、まあ、1人少なくなってからですから、はい、やはりボールに対してプレッシャーが行きづらかったですよね。素晴らしいゴールですね。最後は徳良、落ち着いて利き足ではない右足で決めました。そしてイニエスタは後半10分、ウェリントンと交代になりました。なかなか決定的なところで仕事できなかったですかね今日は。まあ、そうですね、間々で受けようとしてましたけれども、いい形で前向けなかったですね。そしてコーナーキック、こぼれ球自ら詰めた長澤の移籍後初ゴール。これで1点差、追い上げムードかなと思われた中で、この後38分のフリーキックのシーンが訪れます。ここですね、フリーキック壁を作っている間、笛が鳴りました。まあ、吉田監督もお話されてましたけれども、はい、レフリーがね、まあ、スタートを決める代わりですけれども、はい、まあ、明らかに壁を作っている最中でのスタートだったので、はい、反応できません。